さて、それではこれから処刑を始めたいと思います。まあ、ここにグリップを置いて引っかかるので、あとは踏み抜く。ちょっとね、この裏がね、弱い靴の人はかかととか気をつけないと骨折とかしないようにね。しっかりしたかかとの人の方がいい。で、これを一気にいかないと折れないです。いきますよ。ですけど、再接着した接着面からちょっと剥離してるでしょ。だこれ、まあちょっと7割方成功、3割失敗ぐらいの、ちょっとその折るのにも成功失敗が、いや折り方というかリペア、貼った部分がちゃんと貼れてれば接着面からは剥がれない。そこから剥がれちゃってるってことは接着面の出し方がいい。